国鉄滝2300経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式はペーストサイズ材専用の35トン石タンク車として1970年から1974年にかけて2ロット6両が川崎重工業の一社のみで製作された。所有者は、 ハリマ火星工業の一社のみであり、その常備駅は、学南鉄道学南線、出駅である。全社障害所有者及び、常備駅が変わることなく運用された。ペーストサイズ材を、専用種別とする形式には、他には、多千6350系の一形式のみであった。二役方式は、積み込みは、駅出入管から行い、荷下ろしは、空気加圧を用いた。 都市化による下出しである。空気加圧は、S 時間を装備していた。塗色は、黒色であり、全長は一万三千五百ミリメートル、全幅は二千五百三十八ミリメートル。全高は三千七百四十五ミリメートル。台車中心間距離は九千四百ミリメートル。地長は十八点五トン。換算量数は、関車五点五、空車一点八。台車は ベッテンドルフ式の TR41C または TR41E であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車が JR 貨物に継承されたが、1990年3月に全車が一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。